ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、もっとコインがいる、せかされる今の願いはこんな感じです。これはちょっとね、星が4つやけんね、若干後回しにしようかなと思っとる。かいくぐれ輪になるテレサ、これも3あるんやけど、3でも私めっちゃ厳しいけんね。俺がかつて行った星の一つを作ってみたぞ。そこはたらたら広く、テレサだけがいたのだ。果たして君はここを抜け生きて帰ることができるか、孤高の探検家。生きて帰れん気がする。ではお気をつけて。かいくぐれ輪になるテレサ。要は、おー、びっくりした。いきなりの死亡。なんか、線路みたいな、何？かいくぐれ輪になるテレサ。あ、これの通りに動いていくってこと？いきなり。ちょっとあの隙間からさ、いきなり抜けたらいいんじゃない？私。かいくぐれ輪になるテレサ。そんなことができたら苦労せんのかもしれんけど。知れんけど。お、びっくり。ちょっとそのキノコ欲しい。はい、オッケー。あ、落ち、え？待って、これどうするん？どう行けばいいん？え？なに？え？地面なくね？え？は。なんか短いような気がするね。キノコをください。オッケー。なんなんやろ、どうやって。ああ、そういうこと。なるほどね。え、もう私テレサ関係なくなった。あ、戻ってくるんかい、そういう感じ。かいくぐれ輪になるテレサ。はい。ほっ。あ、キノコ、よし、オッケー。ちょっと自分が巨大化したけん、輪っかが、小さくなった感が。ここで、とりあえず、よいしょ。お、おー、抜けれたー。お？なんかコインばらまくやん。これゴールじゃない？違うんかーい。え、違うんかーい。やめてよー。あはー、ダメやー。あっちにもおるテレサ。そう。かいくぐれ、輪になるテレサ。いきまーす。コツをつかんできたので、いきまーす。はい。ほい。キノコ、キノコ、キノコ、キノコ。へい。オッケー。抜けた、抜けた。テレサが、みんな、じっとこっちを見ながら、こっちを見ながら輪になって進んでいく。お、よいしょ、けい。にょーん。何も巻いてくれない。でででででで。さあ、これ。ここで、やったー。向こう輪やん。え、全然一匹とかじゃなかった。そう、あ、でっかい輪なの？やめてよ。うわー、中間！やったー！キノコ！キノコ助かる。で、次のテレス。ひえー。痛い。ここは別に入れるわけではない。ちょっと待って、抜けれない、抜けれない。早く。オープンの方へ！これは？キノコください！で、で、入ってく、抜ける、うえい、巨大！めっちゃ巨大。ジャンプで行った方が。てか、ここ関係ない。はい。おっと！めっちゃ危なかった、今。やったー！ゴールー！イェーイ。嬉しい！手汗がやばい。
やったね。ふぅ。あー、コインまだまだだわ。頑張ろう。お、順調に、順調にいってるね。今のお願いはこんな感じです。ランタンと共に。いやー、ちょっとな、星二つぐらいで行こうかな。海で燃えるバブルトレイン。行きます。キキキ、海の中にバブルをめちゃくちゃ置きました。でもちゃんと通れないとダメですね。なので誰かここを通り抜けてください。褒美は出しますよ。とある魔法使い。それでは行ってらっしゃーい。誰だ、とある魔法使い。海で燃えるバブルトレイン。燃える?どういうことだ?バブルをいっぱい置いておきました。あ、キノコ、キノコ、キノコ。はい。イエーイ。あ、ここ多分、そのトレイン、あ、そういうことね。そういうことね。もしかしてこれがバブルっていう敵ってこと?ちょっといまいち私はよくわかってないけど。もう私、キノコ効果ないけんさ。ちょ。強制スクロールはいいんやけどさ、もうちょっと早めに動いてもらえると助かるかな。てか、海の中と確実に死ぬやつやん。イエーイ、10コイン。イエーイとかやるけど、こっちの方向におったらちょっと危な感じやね。あ。あ。あー、危ない。お?定期的にキノコが。いや、でかいでかいでかい。短いけど。短いけどでかいぞ。ちょ。邪魔だな。邪魔だな。遅いよ、進むの。くね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 。いろんな方向から。うわ、ちっちゃいのも出てきた、また。なるほど。消えたわけではなく、下の方にいたということなのね。なんか、プクプクもでかくなったんですけど。プクプクも巨大化したんですけど、やめてよ。めっちゃもう、マリオ画面の上の、おゴールやん。やったー、イエーイ。ミスなしゴール。え?さっきの、何やった?バブルトレイン?あれ、あの分全部ワンナップになった。かける13になったんやけど、今。やったー。お、あと1段階やね。頑張ろう。ということで、今のお願いはこんな感じです。溶岩に潜むカロンを倒せ。コース作りに行き詰まったから、やけくそでカロンを置いたんだ。試しに誰か、このカロン全部やっつけてゴールしてみて。あ、くれぐれも溶岩には触らないでね。ナイーブな少年。カロンをすべて、かっこ6体倒したからゴール。何がどうナイーブなんか知らんけども。それではよろしくです。よし、行くか。溶岩に潜むカロンを倒せ。カロンをすべて、かっこ6体倒してからゴール。6体。お、なるほど。そういう感じね。あ、これ、あれは何?あ、あれさ、あれじゃん、タヌキになるやつじゃない?違う?絶対そうやって、ほらほらほら。あ、待って。あ、やばい。いやー、無理!使い方がわからん、ちょ待って。どれで飛べるの?おいえ。私が頑張りますんで。あ、頑張れてねー。溶岩に潜むカランを倒せ。待って、倒さんといかんのよね。どうやって倒すんだ?だって今、あ、こういうことか。あ!待って、タヌキマリオの使い方がわからねえ。これで、あ、こういうことや、やっぱり。あー、ちょっと待って、無理。無理、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 無理。あっこがゴールなんやね。頑張ろう。あ、溶岩引いていくんや。じゃあ何回でも戻ってこれるんやね、一応。溶岩に潜むカロンを倒せ。
あぶね。あぶね。で、次は、はい。へい。やったー！ふー、あと6秒、危な。めっちゃ危な。イェーイ。たぬき最強や。クリアー！ってことで、これで東館の屋根が出来上がったかな。お、完成。おー、綺麗。東館の屋根完成。いいね、いいね。次は西館の屋根やね。完成しました。ご注文の東館の屋根できました。いつでも最高のデザインをお届けする。それが私。さあ、どんどん行きましょう。次は西館の屋根やけど、まだコインが足りてないの。受付キノピオのお願いを叶えてコインを集めてくださいね。お、一個も何も修理できよらんのって初めてじゃない。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さ、どんどん、もうね、簡単なやつが、ほぼなくなってきよるけんね。やばいね。